ロシアチームです。東洋もオーキスで活躍していますモロゾワ、マトクチナ NEC、 ゴーディナ、アルタモノはやはり東洋棒で活躍、ティーシェンコは NEC、 ロシアのセッターはタチアーナ・グラチェワです。日本でもおなじみですニコライ・カルポリ監督です。とにかく V リーグで活躍する選手をこっそり入れていますこのロシアチームです。さあ試合が始まります。エースではなんとかなるだろうというそういう気持ちでサーブの指示を出していると思いますね。ですから逆に日本チームの方サーブカット集中して、ええ、コンビバレーを使って投手ですね。移動攻撃でしたがブロックに捕まっています。中西さん、木澤監督は日本が7ポイント連続、だんだん厳しい表情ですね。中西さん、はい、戦っていてカルポリ監督の大声が聞こえてくるでしょ、はい、相手としてはどんなもんですか。やはりね、次は気合い入れてくるだろうなって思うんですけどね、ええ、でもロシアの選手にしてみたら怒ってる時はまだ怖くないっていうか、大きな声を出してる時はそんなに怖くないそうですよ。そうなんですか、はい、アルタモノを使ってきました。3枚飛んでもタイミング合いません。珍しいですね。そうですね、ここでついに先に動いたのがロシアです。メンソーワが入りますね。ブロックが決まりますがこれはどうしてですか。クズワ監督、今日のベンチからの指示がほとんどブロックの位置なんです。ブロックの指示なんですね、ブロックの立つ位置やどういうタイミングで飛んだらいいかっていうのを細かく指示してまして、それに対しての選手がうまく反応してますね。日本はブロックポイントだけで5点です。ダイナサンチ、いけるいける、バトフチナのサーブ、3枚ゆっくり、杉山さんからゆっくりという言葉が出ましたが、はい、このタイミングでどうですか。まだ早いですね。相手が高いので、先に打たすぐらいのつもり。デュースです。佐々木、ここは止めたいところ、決まった。ついにロシア逆転、15対14。ロシアが第1セット初めてのセットポイント。そして大掛けが上がってきます。アルタモノはこれはすごい高い強い。2回目のセットポイント、ロシア。もう一本頑張ってほしいですね。アルタモノは入っています。第1セットなんと6回の中で対等に戦えるというか対等に打ち合えるというか、の選手ですよね。アルタモノは3枚、ロシアは10点以降が強いですよね、はい、今まで10点より前にミスしたボールでも絶対ミスしないですもんね。